こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ簡単録音パックの宅急便コンパクトの使い方が分かりません、発送方法を教えてくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画ですね、宅急便コンパクトの使い方が分からないということで LINE アットから質問ありましたらぜひね紹介させていただきます。はい、こちらですね。まずですね、60サイズ以上の箱以外で、もっと小さいサイズですね。の時に利用するときは非常にお得なので、ぜひ利用していただければいいかと思います。はい。で、2番なんですけど、宅急便コンパクトの専用ボックスですね。この70円のを購入していただきますが、その大きさですね。まあ、薄型ってありまして、こちらですね。で、専用ボックス、この2種類があります。これをぜひね、参考にしていただければいいかと思います。はい。で、3番なんですけど、配線の違いですね。で、これがですね、まず60サイズ以上の通常の配送ですね。は、800円からですよ。ラガンパックの。で、宅急便コンパクトなんですけど、薄型通常すべて全国一律です。530円です。で、530円ではなくて、専用ボックスをね、これをぜひ、購入していただくようになります。これは、セブンイレブン、ファミリーマート、あと、クロネカムですね。そちらも売ってますので、ぜひね、そちらに行って購入していただければいいかと思います。はい。それ、プラス、配送になりますので、全部で600円ですね。通常配送600円ですので、こちらと比較すると200円お得ってことです。はい。で、まあ、大体専用ボックスで起こる方多いところですね。この大きさで入る商品でしたら、まあ、お得ですので、ぜひね、利用していただければね、いいかと思います。はい。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げる、マル秘マニュアル、プレゼントします。日記連絡スタンプ、お願いします。あと、YouTube から一切受け付けてません。LINE と登録によろしくお願いします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。